ケイスケのソングス&ドックス、週末はミュージシャン。ソングス&ドックス、新シリーズというか、またちょっと新たなロケ場所を見つけまして、とんでもないところにいます、本当は草原ロケをしたかったんですけど、草原だと昼間は日向だし、夜は夜露だし、もうちょい夏場無理そうです、まあ秋も深まった頃がいいんじゃないかっていうんで、もうちょい先になるかなと、で、まあこのような山林ロケになりましたので、山林ロケになったら1曲目はこれだなと思っていた曲です、約束という曲を。風はひと月で夏を終わらせ、色紙埋もれる落ち葉の中を、犬と歩く僕も君も送るやら、でもそれが多分寒さに見上げた星は降り、白なの道に足跡を刻み、犬と歩く僕も君も犬たちも、これからきっとお釣りを生きて、別れゆく街を歩いた日々のこと、風に吹かれた日々のこと、街を歩いた日々のこと、どちらがどちらを送るやら、でもそれが多分約束。
束という曲で始まりました、全然考えてなかったけど久しぶりに登場ですよね。3ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい経ってるんですか。いやそんなこともないか、1ヶ月半ぐらいじゃないかな。会ったスパンを言ってんじゃないんで、放送というものがありますから。ということですね。前回多分一緒にやった時はまだこう一緒にやってるギタリストとゲストカホンみたいな位置づけに多少なってたかもしれないけど、もう一緒にやる頻度が違いますから、普段一緒にやっているカホンとたまに会うギタリストみたいな立場が変わりましたね。ではまあこのアウトドアな感じに最も合わない曲を、回り舞台というね、もうずっと25年ぐらい前って言ってたけど、だんだんそれも27、8年前になっててしまう、年齢数え歌的な歌であります。
私の一生において周り舞台をこのような森の中で歌うという想定が何なんでしょうねこれ全く想定してない曲作りいやでもこうやって始まってしまえばあれですけど、これご覧の方にはなんですが大変なセッティングを毎回してくださってましてね、だから演奏する側は間違えたくないという気持ちと、ちょっとぐらいのミスはもう黙ってようかなという気持ちと、いろ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 あるよね。取り直した方がいいぐらいの時はちゃんと取り直すんだけど、あもうここはどっちが大事なのかっていうのが難しいですね。もともとはこの番組自体は、去年の暮れに僕がその皆さんのお手伝い何かできませんかということを言ったんです。で手伝いといっても何の能力もないんで、普通に喋る番組とかをたまにとかね思ってたんだけど、始まってみたら本当に不思議なシリーズになりましてね、滝松さんだなんか本当にあれですよね、機材を搬入してちょっとカホン叩いてくださいよから始まったから1回目からずっと無欠席というか、またこのスタッフというか皆さんが集合がピシッとしててね、我々に練習する時間がないっていうか早く集まらないとダメっていう、じゃあまあ勢いのあるとこで、これも書いてた頃には想定してなかった、長生きしようよというね、若い頃だから言えたような、まあ今でもする分にはいいんですけど、男性も80歳超えたんじゃなかったですか。そうですね、このニュースやってましたね。半分いった、半分以上いきましたね3分の2いきましたか。そうですか、では長生きしようよ、いきましょうか。長生きしようよ、まだ見ぬものばかりで眠れない、長生きしようよ、季節のない街で構わない、受けるものの違いばかりぶつけ合うのはもうやめだ、問い詰められて答えられるくらいならもっと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 うまいことやるさ、長生きしようよ、これっきりの堪忍袋は破れかけている、ありがたみな